回靴のトラブルというか一般的によく起こる困ったことのどこがどうなるとか、それからそれに対してどうしたらいいかっていう話をちょっとしようかなと思います。もともと登山靴っていうのはそこそこ硬いもので、ソールも前から言ってるシャンクも硬い、全体が硬い、だからまあ当たりが当然出てきたりとかするんで、それはそれ用の歩き方当然せなあかん。でも例えば硬いから当然厚めの靴下を履いてもって緩衝材にするっていうのも当然するんですよ。ただ一般的に言うとよくトラブルが起こることっていうのが、例えばかかとの靴ずれ、はい、でこれはもう一般的によく言われること、かかとの靴ずれっていうのは何で起こるかっていうと、シャンクの硬さを利用できてない。例えば普通にこう足を置けばこのまま前へ倒れます。で、うん、この状態からちょっと踏ん張ったらシャンクはしなります。シャンクっていうのはこの中に入ってるプレート、あ、それがシャンクっていう、シャンクって言います。で通常もプラスチック、まあいい値段の高いものといったらあれけど、カーボンが入ってたりとか、昔の靴は鉄みたいなのが入ってたりとか、意外とそうやってこの硬さで歩くんです。本来山靴っていうのは、これがさっき言ったちょっとしなった状態でそのまま靴が跳ねてくれればいいんやけど、先に自分の足だけ蹴ってまうんです。ということはこれがついてこないから、ここでかかとだけこう中っかわでするんです。だからそれは小さなことの積み重ねと、かかとのこのヒールカップのとこと、これが本当はこうついてこなあかんところはこうなっていく、はい、とこのスレが結局靴ズレ、シャンクをうまく利用できてない、できてないってことで、なんでそんなシャンクが利用できてないかっていうと、一般的に言うと歩幅が広い、要は蹴り出しが強いっていうことは、このまま蹴って前行こうとするから、これが広い、要は歩幅が広ければ広いだけどうしても蹴る力は強くなるんで靴ずれが起こります。もう一つは、例えばこうシャドウがあるとこで登りたい、で登りたい時にこのまま蹴っていこうとする、はい、で靴の足の置き方としてこうまっすぐに置いてこう蹴ろうとする、どうしてもかかとが先に出ます。こうやれば角度を前も説明したと思うんです、こうではなくてこう足を置いてあげて上げていくと、そんなにこの蹴りを強くしなくても上がれるんです。へー、だからこれやとどうしても前へずっと倒れて膝が前へ出てきた時にこれでクッと蹴っていくと、どうしてもこの靴ずれ先にかかとが上がろうとします。こうやって足を置いてあげたら必ずここの上に立ちやすくなるし、次の移動がしやすくなる。へー、だからこの歩幅の話でさっき言った、これが本当はここに置けばこの状態ぐらいがいいぐらい、足の置き方この角度がいいんですね、この角度とこの幅ぐらい。でこれを例えばこう持っていくと、これは歩幅が広くって縦歩きって言うんです。バランスも取りにくいし、この靴ずれが起こる原因としては一番多い。なるほど、はい、それか、もっと言うと荷物の重さが軽いのに硬い靴、重たい靴を履こうとすれば靴ずれは当然起こります。どういうことですか？重たい靴って例えば、はいはい、もう明らかにもう硬さが違うでしょ。はい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 、なんでこんな靴履いて、これとこれに違い何って言ったら荷物の重さです、うん、荷物が重たければ重たいだけこの靴にかかる重みって大きいでしょ、はい、っていうことはそれを支えるにはそれだけの強度がいるでしょ、硬さがいるでしょ、はい、ところがこれを例えば目安として、でこの靴だったら多分12、3キロだから、まあテント履くぐらいからの靴がこんな靴も昔の靴なんですけど、これぐらいの硬さと重さがあった方が重みをかけた時に安定するんです。ところがこれを例えば5キロとかほんまに荷物がない時に履いてしまえば、はい、何が起こるかって言ったら、荷物が軽いから歩幅は絶対に取ってまうんです。重さがあればこれはもうこれしか歩けないです。10キロ超えて15キロぐらいやってきたら、はい、この幅ってこんな取れないです絶対に。よっぽど筋力ある人は別ですよ。だから今、まあ、あの結構ほら知ってる人も多いし、で荷物を軽くしてスピードをしはる人はまた話が別です。僕の話は何かって言ったら、いかに楽して山を歩くか、うん、力を使わないかっていう説明をしてるんであって、ここはもう根本的な考え方が違うんで、はい、あのそこはもう聞いて話してください、はい、本来は靴っていうのは重みを支えるもんです、はい、ということは重い荷物を背負えば歩幅は絶対にこれぐらいしか多分取れないと思います。でそのパターンでいけば必ず靴の足幅は一緒なので、ちょうどこれの
歩き方に応じた筋力の使い方をするわけです、うん、こんなものね、例えばこないしとったらこれ引き上げるだけでめちゃめちゃ重たいです。しんどいっすもんね、うんうん、だけどこれは重みをかけた時、何回も言いますけど10キロ、15キロ、20キロ例えばぐらいを担げばちょうどの靴、うん、そういう使い分けを本当はするべきこと。なるほど、うん、ただこんなに前だそこそこ柔らかい靴、これで多分5キロぐらいが目安の靴なんです本当は、うん、でこの曲がり具合って言っても、でもこれでも靴擦れが起こるっていうのは明らかに歩幅が広い、蹴りが強い、うん、でなおかつこの足の運びがまっすぐ運んである、うん、これは必ずこの状態、これを意識を持ってやるべきことなんです。必ずこの状態、普通に僕まっすぐ歩いてました。まっすぐ歩くでしょ。だからこれはだからまっすぐ歩くと何がしんどいっていうのは、上りでいきますよ今こっから、はい、足ここですね、で、はい、これを乗りました、はい、乗ったらこの部分今 かかとが浮いたでしょ、はい、ね、はい、ここで今スメアリングっていう作業、要はこんだけの部分でこすって止めてるんです、はい、でそれで足をここから浮かした状態でフラットに置きたいです、うん、わかります、これこうじゃないんですよ本当は、これはこうなんですよ、いくよ、お、これがベタからベタつきました、はい、ここから前へ乗りながら足が浮いた状態でベタです、これがフラットフッティング。フラットフッティングってみんな間違ってるのは、ベタから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 をフラットフィッティングと思ってるわけです、はい、違います、あのなんでかって言ったら足首の角度、こういう動きをしないっていうこと、これを、はい、ついこうでしょ、ほんならこれがこう乗ってここからこれがこうなってくれたらこの角度でしょ、はい、ところがこれこうなったらこれはこうしないと上がらないでしょ、そうですね、この角度、それから今度膝の角度っていうのは、いかにこの膝の曲がり角度を鈍角に取ってあげるか、もう鋭角じゃなくて鋭角にすればするだけしんどい、はい、要は力がいる、鈍角に持っていってあげる、もう目に返してほしいのはもう見てみます、ここから、はい、必ず、はい、置きました、これフラットフィッティングしました、はい、でここから前へちょっと乗ったらこうなります、かかとが浮きました、そしたらその時に足をフラットで、今これで重心を支え、ここの太刀で重心を支えてるわけです、少し前倒れますけど、でその状態で足をゆっくり置けるからフラットフッティングです。そういう意味なんですね、フラットフィッティング、はい、だからみんな間違ってるのはそこが全部平たくベタベタ置く、ベタベタ置くっていうのは上りで言ったら上げた足で、ここでもうフラットフィッティングできたらもう必ずこっちへ重心かけても滑ることないでしょ、うん、その時に初めてこの足が浮いてくるんです、わかりますで、なおかつここの擦ってる状態、蹴るんではなくって擦った状態であってスッと足が上がってきて、そしたら今度また足がこう前へ乗っかった状態でフラット、わかります、でこっからまたずっと乗っかった状態でフラット、まあこれはちょっとベタベタいからちょっと意味が違うけど、はい、こういう状態、ほなもう乗っかってしまえばこのまま足を上げればいいっていうことです。それを繰り返して歩いていく、そういうことです、だからこれが縦歩きっていうこういう作業を絶対したらできないんです、なんでかって膝が今度体の前に出てくると膝の曲げ角度が絶対にきつくなるんです、乗るのは何回も言うここです、ここです、ここ、はい、こここのまっすぐ、はい、それで少し前へ倒れることでないと前行かないから、後ろ行ったら後ろこけるから、はい、少し前へ乗って体が少し倒れるならこの角度はそんなの取らない、ところがこなしたらみんなこなしたらってな、これをこう持っていけばならないですよね、膝肘が前へ出ながら必ずここへ立てるような、膝が前へ出た時に体がこの上へ立つんですよ、わかるかな、お難しいですねでそれがこのスメアリングという作業がちゃんとできれば、はい、このここの擦ってる、擦って止めるんです、ほな片足で立てるんです、これは能力としてバランスのいい人っていうのはこれは簡単にできます、経験持った人、ベテランの人はこれが何気にできます、初めてやってるとかってもこんなこと考えないですから、うん、もうバタバタバタ歩いてる、そうですね、うん、だからこのスネアリング、こする、例えばほらこの間オリンピックやったでしょ、はい、あれでボルダリングとリードって分かった、やっとったでしょ、ボルダリングとリードスピード、はい、一般的に多分ボルダリングはみんなよく知ってると思う、リードはもうだから距離が長く高くなっていくっていう、まあ言ったら短距離走と長距離走みたいなもん、ね、はい、単純に言ったら、はい、だけどスピードってあれ何って言ったら速さが勝負で、あれは多分僕スピードをちゃんとできるわけでもないし、あの見てただけで言わせてもらった、あれは擦ってるの全部欠けてるとこもあると思います、はい、だけどほとんどの場合は足も遅いけど
こすって上がってると思うんです、うん、僕は。そうでなかったらそんな綺麗にかけて上がろうとすれば、うん、絶対に外します。外すってことは外すで、これでも立とうとも立てるんですよ、はい、このこすってるんで、はい、ほとんどホールドもペタッとした状態のホールドなんね、あれ。だからあれはかけてこう登っていくとかではなくって、あれ多分こすりながら、要はこれで上がってるもん。極端に言うたら日本の手と日本の足でこすりながら上上がってるんです。すっごい作業だと思います。へー。だからまあ僕もちょっと聞いただけで言ったら、あのスピードのホールドは一緒なんです。あ、そうなんです。ボルダリングとリードっていうのは、あれコースを作る人もって、あれ全部毎回毎回変える。でもスピードはあれは同じものをずっと使ってるんです。へー。だからそのこすって、でも多分バランスが取れるんやと思うんです。さっきのこのこすりと一緒なんです。それに繋がっていくんです。繋がっていくんです。だからこのこするという作業っていうのは、本当は岩を登っててもこするんです。本当はだっていいとこばっかりこうやってかけて上がれることはないんですよ。確かに。いかにだからこすってあげるか、何か重心が乗るかどうかなんです。重みがかかるかどうかなんです。だから例えばこういうとこ上がりたいときに、これでは落ちるんですよ。これはこうしたら上がるんですよ。わかるかな、この状態でかかとが落ちそうでしょ、はい、ほんなら重みはどっち、こっち下に落ちる、はい、ところがこれがキュッと乗っかればこっちに乗るんですよ。こっちへ重みがかかるんですよ。だから上がれるんですよ。よくみんなこれを間違ってるか分かってない。だからあのそこ岩登れません言うけど、ちゃんとかけるところがないんであって、こす、はい、るとかいっぱいあるんですよ。これはまた技術なんで、そうですね、はい、難しい話になりました。すいません。でもちょっと戻します。で今度下り、さっきの、靴ずれの話、かかとは起こります。今度よくあるのが爪が真っ黒になる。爪が真っ黒になる、うん、あのほら当たってるんです、指が黒くなって取れました、よく聞くっす。うん、なんで起こってるか、はい、はい、サイズが合うてへんってちょっと論外やと思ってください。例えば必ず靴をフィッティングするときに、かかとに指一本ってよく言いますけど、まあこの指一本って本当はもういい加減なものなので、まあ、参考までにで、僕がフィッティングするときは必ず指一本ギリギリが入るぐらい、グスグスは多分大きいと僕は思います、うん、で、はい、ちょうど入って先が触れたかなぐらいが僕はベストやと思ってます。でも指一本ちゃんと入って爪が取れましたっていうのよくあるんです、はい、なんでそれが起こるか、また歩き方なんです。なんでかっていうと、はい、さっきの話、はい、この状態から足を揃えた状態で、はい、体重を前つんのめらしたら重心って前行くでしょ、はい、これ前乗ってやって滑りたくないから、うん、指どうなります。指に力入ります、ね、こうです、はい、でこれがずっと続いた、ほらこれ今ほら指色変わったでしょ、これほらほらほら、これがずっとなったらどうなります。内出血します。当たってなってる人ってほとんどないです、はい、それでなってる人がほとんどほとんどです。力も、はい、と、まあ、もう一つ考えられるのはこの幅が広すぎる人、はい、足の幅と靴の幅が合うてないとか、紐がちゃんと締まってない、はい、そしたら足と靴が今度ずれていきよるんで、はい、このずれを修正します。あ、そのずれを修正するためにまた指が使います。こういう動き、はいはい、でまた話をする、どないするのっていう話です、はい、そしたらまたスメアリングなんです。下りのスメアリング、下りでもスメアリング、そうです。例えばこの状態から言うと、はい、さっき言ったこの状態で、はい、ベタでつきましたフラットフッティング、はい、こっから、はい、前へ乗りました、はい、これで止まってます。その状態で足をフラットで置けば、はい、これに力いりますか。いらないんです、はい、前乗らないから。これがちゃんと踏ん張り切れてたら、これはフラットで置けます。これをそのまま置いてれば、これはほとんどの場合後重心で本当は降りれないです。なんていうか、かかとがつくから滑ります。なんでフラットで起きたいかって言ったら、はい、必ず滑りをいかに止め、この面で止めてあげるか。それもさっき言ったまっすぐじゃないんですよ。こういう動きをすると、はい、この間で滑りが止まるんですよ、うん、こうはこう、こんだけでしょ、はい、こうはこんだけですよ。わかります？ってことですか。縦こんだけの幅でブレーキがかかるんですよ、はい、こんだけの幅でブレーキがかかったらほら全然ちゃうし。そういうことね。はい、ちゃんとこう置こうと思えば、この足がちゃんとスメアリングできたら必ずこれがフラットになるんです。こうじゃないんですよ。要はこっちの足が大事ですね。大事、そうで、残る足で必ずスメアリングをしてあげる。なら膝が少し前出て、ここも角度をそんなに取らなくって、膝もそんなに曲げなくって、この足が置けるんですよ。それを前持っていこうとしたらもっと倒れていかなあかんってことは、筋力めちゃくちゃいるし、だからこれも歩幅を拾っとったらあかんっていうのは、そういうことです。だからいかにこのスメアリングをした状態で次の下ろす足をフラットフッティングで置けるか。難しいね。これが下りでのスメアリング。
はい、だからこれを面で支えることは、下ろす足が出ていくんだろう、これはこうならないと下ろせないんです。これになったら完全後傾です。それで滑っていくんだね。なるほど。だから必ずこの状態を作ってあげる。でこれはさっきも言ったようにやっぱり天性のもんです。あのバランスのいい人は何にも考えないのこれができます。あ、そうなんです。ダメな人はもうこれができないんです。立つことが難しい、重心位置をちゃんと取れない、これはもう天性のものなので、あの、まあ、練習したらある程度になります。さっきから言ってるこのスメアリングトラバース、こういう切れたとここう斜めていくのも、まあ、スメアリング作業する、まあ、それはちょっとまたややこしいのでとりあえず今日は行きませんが、はい、とりあえず上りでのスメアリング、下りでのスメアリング、これを簡単にできるものがあるんです。あ、そうなんですか。何ですか。ストック。出ました。ダブルストックはできない人のための道具です。まあ、できる人が使ったらさらに本当はええんですよ、はい、だからこの状態を作るのに自分の体全だってストックつけばできるんですよ。だからこれを意味をちゃんと理解するっていうこと、歩き方ができないのにストックを持ったら絶対ダメです。意味ないですね、うん、意味がないじゃなくて逆に言って危ない危ない、うん、ただ単に振り回してるだけとか持ってるだけで変に頼ろうとするから危ない、うん、あくまで下りに行ったこの状態のスメアリングするがためにストックを持ちます、うん、上りでこの状態をキープしたいがためにスメアリングの補助としてストックを、本当はなるほど、だこれが止まりやすさなんですよ。この姿勢をキープするのにストックをダブルでついてあげればちゃんと立ちやすいんですよ。なるほど。これをなかったら実際自分のバランスだけ立たなあかんから、だからストックの意味、バランスっていう、はい、はい、もうちょっとだけ説明すると、この靴の特性っていうのをちょっと理解しておいてもらえたら、ついでやから話すると、はい、ソール、ほら、これ、まあまあ、ほら、山靴っぽいでしょ。山靴っぽいですね。ぽいでしょ、はい、でもこれっぽいんです、アプローチシューズ。なんでかって、ほら、ヒールがないでしょ。ヒールってこれ、ほら、これ、この、え、この段差ってことですか。そうです、2センチぐらい、はいはいはい、ないでしょ、ほら。お、ほんまです、ないっすね。はい、なんでか設置面積が増えるから、はい、下りで止まるやんって言うけど、はい、実際は普通の道っていうのは基本的に道がフラットでしょ、はい、山は石が浮いてデコボコでしょ、はい、ほんならこれがかかるんですよ。乗せ方を気をつけなあかんんですよ。だけどこれがかかるんですよ。だからこれほらよーく見て、ここどこ行く、この延長線上にくるぶし来ますね。来ます、はい、だからどこで歩くってくるぶし歩くんです。だからヒールのない靴っていうのは使えないわけじゃないです。だけど実際問題、クンと止まった時にここの止まりが甘いんです。ヒールがある方が下りは絶対楽です。そこを選ぶ時のポイントだ。ポイントで、あの、さっきの重たい靴の話をすると、下りでさっき言ったスメアリングした時に残ってる足って、この状態でスメアリングした足は靴の重みで膝を前で足だったら靴が落ちてくるんです。重いからこっから乗りました、ほな靴の重みで膝がスッと出たらポンと降りるんです。重たいから、うん、ポッと落ちます。で置いてまた置いてっていう、靴の重みってそうやって利用するんです。下りは重い方が絶対楽です。あ、そうなんですね。軽い方が楽やと思ってました。軽い方が楽じゃない、下りはもう絶対重たい方が楽、そうなんだ、はい、かかとのお話もうちょっとだけすると、かかとをこの蹴りが強くて擦ってたら足が痛なる、プラス何が起こるかって言ったら、はい、中の内張りが破れます。擦れでかかとが痛なってるってことは反対側は当然擦ってんねんから、これで、よくあるのがブーティーのちゃんとした全部をゴアテックスで包んでる靴が濡れます、ぼちょぼちょになりました、はい、時々あります、はい、で靴見るとここに穴が開いてます、かかとに、はい、あ、でここに穴が開いてるって何かって言ったら、ゴアのフィルムを破ってるんですって言ったら、うんうんうん、ゴアのフィルム破ってまうっていうことは、これが水を吸うてまいります。やっぱり生地、表生地は、はい、革もそうです。だんだんあの最初は入りにくい、当然革の方が入りにくいですよ。だけどだんだんこの水吸ってしまいます、うん、で水吸ってしまったらどこ行くかって言ったら、当然内張りへずっと行きます、うん、ならこっから入り出したらもうあっという間に吸います。だから中の生地、だから必ず気をつけてもらわなあかんの、その、蹴りが強い人って必ずかかとが破れてることが多い。でゴアが破れてまうと、一応メーカーは修理してくれたりするんですけど、 100% 戻らないので、はい、歩き方は気をつけた方がいいかなとは思います。あと、よくあるのが、そうそう、あ、まあ、足首はさっきの話やね。あの、これを当然繰り返せば足首は痛なって当たり前です、うん、だからさっきの歩き方、必ずこれをそんなにこの角度を取らない、はい、
これをすれば必ずだってここを止めてここをギュッと締めてんのにこなしたら当然ここは痛いです。痛いですね。当たり前の話で、うん、でどうしてもならへん人最初、初めて靴履いて登山靴初めて履きましたいう人は一つピン外してここでもええし極端に言ったらここでも止めてもらったらいいです。ここまで締めなくてもいいんですか。いいです。ただそれは本来ここで締めるっていうことは、はい、何回も言いますがホールドを良くする、要はこのこれがしっかりしてるからこのブレは止まるでしょ、はい、でもこれがなかったらふにゃふにゃですよって、はい、うん、で本来は止めるべきもんです。ただ、はい、その歩き方がちゃんとできなくって痛いって言ってんのに、はい、痛いものは必ず擦れます。靴擦れが起こります。ここでの靴擦れだからこの辺があの痛くなるとかあの靴擦れしましたっていうのは、はい、だから当然靴下は入っててもなりますからねそれは、はい、うん、だからさっき言ったできるだけこの足首をこういう動きをしないような歩き方、そうしよう思ったら何回も言うんですけど足をこう縦に運ばない、横へ持っていく、で立つ、で体はこの状態でも膝はここへ来る、なら膝がここへってことは体のお尻の、腰位置ぐらいがここへ乗るんです。でバランスが取れるんです。難しいな、難しいです。でこれはだけど理解して使えば必ず楽になる、道具と自分の体の使い方だけやから。この幅が痛くなるとかこの小指が当たるんやとかよう言う人がおります。まあ僕らがフィッティングしたら必ずこうずっと触ってこの当たり具合を見るんです。これが、緩いっていうことは必ず足は泳ぐんです。足が泳ぐ、動いて回る、動いて回ってます、うん、はい、動いて回るっていうことは今度何が起こるかって今度この辺の靴擦れが起こります、うん、この辺の靴擦れが起こらないようにするにはこれを止めたいわけです、はい、ところがこれがきつかったら痛いっていう、はい、ところがねほとんどにおいてこれが痛い、はい、っていうのをさっきもほら下りでこれ話したと思う。何かって言ったら、はい、行くよ、こう置けば足はこっち行くでしょ、下りこう、はい、これ下りで起こることね、はい、この状態で、はい、行くよ、足をこう置けば、はい、当たるよね、分かる、前ずれた、分かります分かります、こう置いたら当たるか、ああそういうこと、当たらないんだ、そういうことね、はい、はい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 、はい、ね、だから足をもうこう置くんで、こう置けば前足が例えば緩いからずれていくとする、はい、そしたらここは当たる、はい、だけどこう置けばこっちには当たらないです、ね、そうなんです、こっちですね、当たるんであれば、当たるんであれば、ね、あればまたスメアリングの話をするとなぜフラットフッティングをするかって言ったら、はい、残す足をちゃんと残したらそんなにこっち側をバンとつく必要がないからずれないんですよ。でさっき言ったこのくるぶしあたりはメインに考えて面ではつくんですよ絶対に、はい、フラットやから、はい、だけど意識の持ち方は何回も言うんですよ、くるぶしなんですよこのヒールのところ、はい、そこで優しく置いてあげるがための残る足のスメアリング、そこへつながるんですへえ、そういうことか、スメアリングって、そうスメアリングっていう意味を少し分かってもらえたら多分歩き方が変わりますからもっともっと楽になる。かかとつま先幅で今度さっき言ったこの足の裏とか指の腹の部分が靴ずれとか痛くなるんですっていう人は、はい、まあさっきの歩き方してみたら変わるのも一つやけど明らかに幅が広いんやと思います。おお、登山靴自体、はい、まあ、靴自体の問題が多いのかなとは思います。明らかにこうずれてる感じ、それとあと靴下、靴下との相性っていうのがあります。っていうのは足と靴下で靴と地面、わかります、はい、地面とのさっき言った摩擦、擦れ、はい、それから靴下と靴との擦れ、はい、で靴下と足との擦れ、はい、あるでしょ、はい、だこんだけの擦れがずっと擦れてるわけ、うん、擦れが大きいだけ、ズレが大きければ大きいだけ靴擦れ起こります。だから必ずこの靴下っていうのも気をつけてもらわなあかんのは、例えばよく皆さん、メリノール、メリノールって言って結構厚めのもの履かれてる場合が多いの多い。でもメリノールは比較的滑ります、はい、本当は。あ、そうなん。素材としてはいい素材なので滑らへんのもあるんですけど、あのね、物によって本当いろいろなので、これ一概にこのメーカーのこれが滑りませんっていうことになかなか言えないところがあって、うん、本当靴下ってね、変えればちょっと変わってくるんで、厚みも当然変わってくるし、薄い靴下って絶対もうやめた方がいいし、できた中厚からちょっと厚めのもの、でもそれも厚すぎても今度中でふわふわしすぎるんです。ふわふわするっていうことは、あのアメ車のってサスペンションがほらって、はい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 、あのしんどいです。だから必ずこの、中でずれてるとかこの、あのしんどいっていうのは本当は、靴下が原因な場合が結構あります。
だから靴下を変えるのも一つ。例えば、インナーソックスの5本指履いてみたりとか、足がちょっと広がってくるんです。広がることによって緩い靴が解消できるんです。だからただ単に靴下を厚くするっていうんじゃなくて、そういうこともすることもある。でもこれはね、一概にこうしたら絶対こうなりますということはできない。なかなか、はい、その人しかわからないことっていっぱいあるので、はい、それで大体解消するかなという思います。じゃあメリノール以外はいいですか？化繊のものありますよ。ポリエステル系のものもあるし、でメーカーによってほんまね、一生懸命メーカー作ってるので、どれが、悪いはなかなか本当ね、全部僕もだいぶ靴下履きました。あ、そうなんですか？それはもううちの家は何本ほど新しいのが出た、それで合わせていって履いて、はい、でしたですよね。だけど大体まあこれかなっていうのでやってるところはやっぱあります。でもあまり僕はメリノールは履かない。これはもう余分な話でいくと、なぜこんなにうるさい話をするか、歩き方がどうやっていうかっていうのは、僕のスタートの話をちょっとだけさせてもらうと、これね、ほら、指がないんです。指がないってさっきの歩き方を少し説明した時に、必ず重心位置はここへ乗ってくるんです。最終的に微調整は指でするんです、絶対に、はい、指でずっと取るわけじゃないですよ。指でちょっと調整するんです、はい、だから下りってすごい指の大切さって分かります、うん、僕だから最初山靴履いた時に、はい、痛くって、うん、なんでかって言ったら、僕も歩き方分かってないし、もう下りなんか打っていってええやんってバーッと言いませんか、うん、ほんなら必ず普通の人って指で止めるんです、バランスを取る、はい、ところが僕指ないでしょ。ほんならここで止めてたんですよ。これで止めるでしょ、はい、ほんならここ靴ずれなんですよ。もう痛くって痛くって、ね、こんな靴、こんな靴あかんわと思って何足も潰しました。靴が悪いと思う。だけどね、だんだん分かってきて、でストックっていうのが分かってきて、そしたらここで歩くっていうのが分かりだしたんです。中山くんくるぶしてある、はい、だからさっき言ったここで歩く、はい、この感覚を覚えていくと、でストックやと立ちが強くなるので、ここで立てるようになるんです。それが分かってきたんで、こんな話をします。だから本当に足っていうのは皆さん違うし、形状も違う。だけどちゃんと理解していけば、はい、歩き方を変えれば靴はちゃんとそうできます。本当はよく靴が悪いって言い張る、まあまあ悪いのもあります、はい、靴が 100% 覆ってるってなかなか難しい。実際僕昔店で本当に、1日に何件っていう靴のフィッティングしてきて、はい、本当に苦労したんですよね。で本当に30年やってくると相当な数触りました。だから何パーセントかやっぱ全然合わない人もあります、うん、これは現状として。でも、はい、歩き方を変えてもらうと解消ほぼできたかなとは思うんです、うん、だからこんな話を今お話しさせてもらってるんで、また余分な話と、この靴下ね、フォックスリバーっていうメーカーあるんですけど、これね、この短いタイプがこの色と、もう一つブルーネイビーかな、はい、3足ずつぐらい持ってるんです、はい、でこれ長いタイプも同じやつがある、はい、もうこれしか靴下履けないんです。いろんな靴下、僕がね、いろんなメーカーさんの靴下全部履きましたら、普通に生活してて必ず靴下が起こるんです。しんどいです。これね、人間偉いもんでね、これをねしたらね、ここが今度タコができるんです。これで止めるんですよ、たったこんな、これで、でこれを履いて普通にちゃんと意識して歩いたら なくなってるんです。あ、そうなん。前はだからこれ魚の目ができたり、それを起こすっていうのは何が原因かってストレスです、うん、でストレスってさっき言ったこの支えをずっとこれ多分ずれたくないからしてやったと思うんです、はい、だからまあそうやって何かの原因があるっていう、だから靴がダメっていうだけではないんですよね、本当は。だから外反母趾や外反母趾やって言ってはるけど、実際外反母趾も本当は歩き方を変えたら変わることって結構あります。うーん、あれもだから本当は靴が狭くて、そんなことはね、ほんまあんまないっすよ、うん、意外と本当にさっき言った縦歩きしてはるし、重心が前やし、もっともっと腹筋とお尻の筋肉を使って立つという立ち方をすればだいぶ違う、うん、100% の答えは多分ない。でもね、経験上いろんなデータは持ってるので、はい、いろんな対応の仕方がある。だから靴例えば持ってきて思ったら、こうしましょう、ああしましょう、こうしたらこうなりますよということは言えると思うんです。でそれで治るかどうかはやってみてもらうのは分かりません。例えばね、足が痛かって靴変えて良くなった、痛くなくなりました。ところがね、多分ね、しんどいですよ本当は。大きい靴って中でずれてるはずやから、うん、ほんなら荷物をしょって歩いとったら中で動いててしんどいんですよ。痛くはないけどしんどいですよ。だからどっちを取るって話、うん、痛いのは原因としては多分歩き方が悪いかもしれない。でもずれるのはもう大きいからどうしようもないでしょ、はい、だから答えを簡単にだから、これで解決したはないと思う。
だからそれはもう繰り返し何かこうしたらどう変わりましたっていうのは、うん、来ていただいたら話もさせてもらうし、あの解決策も当然出してもらうし、はい、でなんでオハイオハイキングこれ20年以上やってるかって言ったら、結局は一緒に歩けばだんだん分かるんですね、はいはいはい、で変わっていってもらえると、うん、あでこれがこうでしょっていう答えが出す。その20数年やってのがデータとして蓄積してるんで、ある程度の答えが出せるんであって、でもそれはその人 100% 当たるかどうか分からない、また新しいトラブルが起こるかもしれない、うん、でもね一緒に歩くと大体まあまあ解決することが多いです。あ結構分かってくるんです、分かってくる、その人の、そう、その人が分かってくる、あでずっとず次に見てるから。なるほどね。だからザックもそう、だからザック もうみんなちゃんとフィッティングもせんと担いでるのもそう、だからこの全部出してますってこうやって担いで練習する、もうあの必要なことなので、あの分からんことは全然いいんですが、だからせっかくやったら、いい道具をちゃんと使ってもらえたらと思います。道具のせいにするっていうんじゃなくて、道具の特性を分かって自分が変えれば変わることって結構あるってこと、うん、なるほど、まあ、今日はこれぐらいにしておきましょうか。ありがとうございます。はい